どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回取り上げたい曲は今めっちゃ話題になっている曲、エールの世界中に送るエールの曲でございます。はい、こちらの曲です。どうぞ。時代遅れのロックンロールバンド。この曲はですね、メンバーがすごいです。桑田佳祐フューチャーリング、佐野元春さん、世良政則さん、野口五郎さん、チャーさんということで、このなんかですね、この日本のこのロックと J-POP の歴史を作り上げてきたもうすごい人たちがですね、一堂に会してです、もうこんな、なんか大変な世の中だけどまだまだいけるぜという応援歌というかエールというかですね、まあすごいパワフルなソングをリリースされたということで、ガズレレもこれにもうね、ぜひ皆さんこの曲歌ってもうね、もう前に進んでいこうという感じで、皆さんぜひこれ一緒に歌ってね、なんか盛り上げていこう。もう世の中ね、やっぱりいいね、やっぱ楽しい方がいいから、そんな感じでですね、エールを、皆さんとこう一緒に歌うのもね、これ楽しいかなと思って取り上げていきますよ。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりでやってみます。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンもこのリズムがね、8ビートが心地いいんですよ。本当になんか ロックンロールという感じで、楽しめると思います。これはウクレレにもぴったりの曲だと思います。おすすめ曲でございます。はい、皆さん音楽始めましょう。音楽ってね、聞くのも最高だけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ってたんだけどチャンスがなかったんですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんだけどもう無理難しくてやめちゃったみたいな方、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるというレッスン動画のもうプログラムがあるんですよ。このプログラムめちゃくちゃわかりやすいということで、もう全世界中で何十万人の方もガズレレで音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ていただくときで本当にね、笑っちゃうぐらいに楽しく音楽がすぐにできるようになりますからね。じゃあこのプログラムここにあります。ここから始まりますよ。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこに今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲は、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでにもう1900曲ぐらいも取り上げてるんじゃないかなというふうに思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思います。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくると思いますよ、きっと。はい、これから音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、それではやってまいりましょう。桑田佳祐フューチャーリング、佐野元春、世良政則、野口五郎、チャーさんで、時代遅れのロックンロールバンド、ガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、デン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 、Rock and roll band,
rock and roll band 闇を照らすダサいロックンロール band Rock and roll いいバンド せーの、時代遅れのロックンロールバンド、ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみましたね。このパワフルな応援歌、まあ、結局僕たち一人一人のね、まあ、心持ちだぞみたいなメッセージがたっぷり詰まってね、なんかこうみんなの応援でもあるけど、きっとねこの皆さん、桑田家さん、佐野元春さん、世良政則さん、野口五郎さん、チャーさんの思いもぎっちり詰まってるけど、これをまた歌うっつうのがもう熱いじゃないですか。はい、思いっきり取り組んでいきましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。本当はね全員が歌うんでフルコーラスやりたいんですけど、これちょっとガズレレッスン動画ということで、ちょっとまず今のガズレレバージョンで慣れていただいたら、2番をね主にショートカットバージョンにさせていただいてるんですけど、コード進行全く一緒ですんで、歌詞を書き足して2番のねフルコーラスぜひ挑戦していただきたいなと思うんですけど、今のまずガズレレバージョンで キーポイントになるところ全部押さえてますんで、ここでね練習スタートしていってみてください。ガズレレの動画の中には歌詞とコードが出てますから、まずは練習していただいて、1個目のゴール設定としてはですね、ガズの動画と一緒に合わせて演奏できるようになったら、これも素晴らしいと思いますね。はい、まずそこまで練習していきましょう。で、できるようになった方、おめでとうございます。次のステップにどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌って、リズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのは最初は大変でしょうからね。まず最初は楽譜的なものを見て、何回も何回もそれを見ながら練習しているうちに、自分の中にどんどん今度落とし込んでいて、覚えちゃって、いずれは。大空に向かってもう声高らかにこのエールを送る、歌おうみたいな感じが素敵だと思うんですけど、まず楽譜練習から入っていきましょう。楽譜ってでもどこにあるんだろうという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、このガズのこのノート、書いてるノートを見ながらですね、今演奏していったんですよ。はい、時代遅れのロックンロールバンド、こんな感じでねノートに書いてるんですよ。今日ちょっとこれでもねかなりショートカットバージョンしてるんですけど、がざっくり2枚にこう渡ってるんですけど、後でですねこれ画面上にこうやって映して、みんなもこれ一時停止して書いてよ、メモったらいいじゃんってことをやろうと思うんですけど、今ねめちゃ便利なサービス始まってます。これガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた時代遅れのロックンロールバンドの、を含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大なねノート楽譜のストックがあるんですよ。その中から皆さんが毎月5曲、あ、私この曲やりたかったの、この憧れの曲できるかなみたいな感じで選んでいただいて、即座にデジタルデータとして皆さんのお手元にダウンロードしていただけると。もちろんこの楽譜はですね、ガズレレの YouTube 動画レッスンとね完全にリンクしてますので、すぐに練習に入っていきますよ。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベント、ガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますんで、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上げてます。盛り上がってます。このガズレレ大学は今ね、パソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題、ただいまの課題曲はルパン三世ということで、ね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットか16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。時代遅れのロックンロールバンドでございます。はい、このイントロなんですけど、このねギターソロ、チャーさんがねギター弾いてらっしゃってですね、つい最近プロモーションビデオも公開されたところで見たんですけどね、渋いね、ストラトのなんかいい響きを、これ口で再現してますからね、ガズレレではね。はい、これがですね感想とかイントロに出てきます、コード。でこっから A メロが始まっていくんですけど、ここはですね、歌桑田佳祐さんの歌う場所、ここは世良政則さんのみたいな感じで分かれてるんでね、本当はフルコーラスやって皆さん
のね、歌声の感じでちょっとやってみたかったんですけど、まあまあでもこれウクレレレッスンですけど、皆さんね、どん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 ちょっとまず基本のやつを練習していただいて、フルコーラスもちょっとぜひさっきも言ったけど、オリジナルの楽譜を作り出してやってみるのもいいと思います。ひとまず、こうやって写しておくので、一時停止して、書き出して練習スタートしてください。ガズのノートの特徴なんですけど、ここにこう下にくるっと囲ってある、これコードがちょっと変わってたりとかするのは、かっこいいバージョンで出てくるコードでございます。ここもちょっとコードが変わってたりとか、いろいろあるんですね。ここもちょっとコード変わってますよとかで、こう下にあるのはかっこいいバージョンのメッセージ。それを覚えておいてください。時間ある方はこれ一時停止でメモってもらいたくて。で、先ほど紹介させてもらったガズクラブで、このノートのデータをそのままダウンロードしてもらうのもめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴としては、ちょっと見てもらいたいんですけど、このノの上に点がついてる。イの上にとかで、ウの上に点がついてるでしょ。これでですね、リズムがわかるんですよ。ちょっと言ってきますね。ワン、ツー、スリー、フォー、このごろへ、岩という文字が、これでリズムがわかるんですね。あとこのね、歌詞カードには表記されてない伸ばすところがこれ書いてあるでしょ。これがね、かなりに役立つと思います。あと、早口で言うところは、こう、くるっとなんか、囲ってたりするとかね、いろいろちょっとね、ちっちゃいね、メッセージがいっぱいこの楽譜には詰まってるんですよね。この文字の感覚も結構メッセージになってたりします。ぜひぜひ、ガズクラブでこの楽譜をダウンロードしてもらうのもおすすめですけど、お時間ある方は書いていってください。まずは、1番の A と1番の 2番、A メロ1番、2番、写しておくんで書いていってください。OK? はい、そしたら、こっから B メロですね。ここがかっこいいんですよね。旅路の果ては空遠く、まだこれ思わず歌っちゃうメロディー、素敵です。はい、かっこいいバージョンはここコードが変わったりとか、ここもね、してますよということです。で、ここが印象的なサビ、思わず歌っちゃうやつですね。One day, someday ってこれ歌っちゃうやつ、気持ちがいい。もう疾走感すごい。はい。いいですね。で、ここ見て、かっこいいバージョンで、ここシンコペーションでキメが入るよということなんですけど、これも後で解説しますからね。で、ここ間奏ですね。ここの間奏はイントロと同じギターソロの、チャーさんのギターソロが印象的な間奏になります。で、ここからがちょっとオリジナルアレンジで、ここで G7 でツタタタタタとやって、もう一番最後の最後のエンディングのサビにね、ラストサビにもうガズレレショートカットバージョンでは飛びます。本来だと、この間奏の後に、2番が入って、2番でバーッとやって、その後ギターソロがあって、サビを繰り返してラストのサビなんですけど、ここはガズレレを練習用オリジナルショートカットアレンジバージョンで、ここからもうラストのサビに行きます。ここはコード進行してるんですけど、歌詞が変わってきますね、さっきのサビとね。で、最後にエンディングっぽく、ちょっとこう最後エンディングっぽくなるんですよ。闇を照らすって、この辺佐野元春さんがもう熱唱してます。ここかっこいいんですね。で、ここ最後、ダサいロックンロールバンドで終わるんですけど、ちょっとねプロモーションビデオ見てて気づいたのは、最後にですね、もうエロい女のね、メロディーで、ロックンロールいいバンドって言ってるんでね、二人がね、これもちょっと入れてみました。はい。こんなのがガズレレのアレンジになっております。ぜひ参考にやってみてください。じゃあ出てくるコードの解説。ちょっとこの赤く囲ってるやつは、後半やる格好。ちょっと今日場所は余っちゃったんで、ほら、ロックンロール、テンション上がってますよ、ロックンロールつってね。はい。赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ちょっとひとまず今隠してみましょう。今映ってるコード、これ7個ですね。言っていきます。C と Am と F と Dm、D7、G7、Em7。この7個で今の曲、入門簡単バージョンの方は7個のコード出てきました。嬉しいやつですよ、これは。これはね、たくさんあるように思うかもしれないですけど、ガズレレではめっちゃ入門コードのグループなんで安心なやつです。これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのはいつも言ってる話なんですけど、このちっちゃいこれで音楽始めたいなと思ってる方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。今日そのうちの7個なんですけど、10個も覚えなきゃいけないのと思うかもしれないんですけど、これ入門コードですから。1個ずつ見たらどれもめちゃくちゃ簡単。だって一挙に10個で、いっぺんに覚えようと思うと頭がごちゃごちゃになる。私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごい楽しい動画、これ見てるだけで覚えられちゃうんです。その動画のリンクここに貼っとくんで、これ必見ですよ。10個のコードをそかれ早かれ覚えちゃってください。今日はそのうちの7個が出てきますということをご案内した上で、じゃあここからかっこいいバージョンの、解説に入っていこうと思うんですけど、この曲はですね、やっぱ歌すごいメッセージソングだから、やっぱ歌詞をやっぱ読み解いて、本当は今ガズレレショートカットバージョンですけど、全部の歌詞を読んでいただいて、なんかね、このいろいろ起こってる時代、未曾有の世の中なんて言いますけど、とはいえ僕たちも周りで暮らしてる中でっていう、その勇気、エール、前に向かっていこうっていう、そういうたっぷりなメッセージが詰まって、その心持ちで歌うのがいいと思いますね。で、歌の
難易度としてはこれ結構8ビートのノリで歌いやすいと思いますね。なんでぜひこれ歌もね楽しんでリズムに乗って、思いっきり歌っていきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはねコードがちょっといくつかかっこいいコードを追加になってますんで紹介していきましょう。まずはですね C サス4からいきましょう。 C サス4簡単、C 押さえといて3弦の1フレット、これはね A メロの中でちょっと一瞬出てくるだけですね。後でちょっと解説しますけど C サス4から C こんな風に使っていきます。はい、その次はですね F メジャー7、これはですねかっこいい響きですよ。 B メロで使いますがこことここ押さえます。こんな感じ、はい、1弦と2弦は開放弦です。この指で押さえるのが結構おすすめ。これ5フレットって距離があるんでまたこっちに戻るときにこの人差し指が先行してこっちに戻れるだけでだいぶいいんでね、今から覚える人はこの指で押さえるのをおすすめします。 F メジャー7、あともう1個はですねG7 サス4、これも簡単ですね。入門コードのうちの1個の G7 押さえといて小指見てここの1弦3フレットを出すと G7 サス4、離すと G7、 行ったり来たりで使います。これは B メロの一番最後のサビに行く途中でこれ出てきますということです。あともう1個はですね D シャープ、今日これがキーポイントかな、コードとしてはサビの中で出てくるんですけど、さっきはシンプル簡単バージョンでは D7 に置き換えてたんですけど D シャープの方がかっこいいです。 D シャープちょっと押さえづらいコード押さえましょう。こことここなんですよ。なのでガズはこうやって押さえてます。これいろいろ諸説ありでこうやって押さえてもいいですし、まあ人によってはこうやってもこれ難しいですよ。なのでこれがいいかなと思うんですけどね、こことこことここ D シャープちょっとチャレンジしてみてください。はい、このコードを使ってかっこいいバージョンはこの響きもよくいってみようと思います。で今日出てくるねリズムなんですけど三段活用です。この曲はロックンロールね、ロックンロールバンドって書いてある、もう本当にロックンロールっぽいねいい感じのこのビートを聴いた曲なんですけど、まさに8ビートオンパレードです。今日出てくるリズムこれ8ビートと8ビートのチャが半分と8ビートのチャ、この3段活用でいってみようと思います。これは楽しいですよ。まずね、構成でもどんどん解説していきますけど、イントロと A メロ1番、A メロ2番は普通の8ビート、チャは入んないやつです。ただストロークとしてフォークギターっぽい感じでこう弾いていくのがいいかなというふうに思います。解説動画です。ここにリンクを貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、そのページにね、濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードされております。ちょっとそれぞれの弾き方全然わかんないな私っていう方、そこのね、リンク先でやってみてください。それではまずね、イントロの感じ、ちょっとリズム、皆さん聞いてもらいましょう。ワン、ツー、せーの、デレ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 、優しい感じでしょ。普通の8ビートです。チャが入んないやつですね。こんな感じでいきます。で、A メロもこれでいきます。この平和という文字が心気に重ねる、こんな感じでちょっとふんわりした感じ。でもちょっとロックのスピリット感とか前のめりなところを忘れないようにという感じですね。で、この桑田佳祐さんの A メロ1番のところの一番最後のところに C サス4とシンコペーションの決めみたいなのが入ります。このマーク、シンコペーションってリズムがズコンと前に食い込むんで、ちょっと聞いていてくださいね。意味さえ虚ろに響くからいきます。せーの、意味さえ虚ろに響く。次いきますよ。こんな感じですね。C、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 シャス4から C、はい。あの引っ掛けですけど C サス4と C シンコペーションでやって、でその後あのセラマサノリさんの世の中を嘆く、こっちも同じ感じで8ビートでいきます。そしてB メロのタービジの果てはソーラ遠くっていうところからコードが F メジャー7になり、ここから8ビートのチャが半分というリズムになります。この8ビートのチャが半分と8ビートのチャっていうのはちょっと今ここで簡単に説明すると、じゃあ C を弾きますね。じゃあ普通の8ビートのチャ、こっちがねあのメインのリズムですからね。じゃあ8ビートのチャはこうです。8ビートのチャが半分でやるとダンダダンダチャクダンダダンダチャク、違い分かりました。1個チャが抜けるんですよね。これが8ビートのチャが半分です。で普通の8ビートのチャが半分は毎回ドンチャッドンとチャッと入ると、これを差を使っております。だから8ビートのチャが半分だとリズムがドンと落ちたような、ちょっとこう落ち着いたリズムのイメージになるんだけど、でもビートは強まるみたいな、普通の何にもない8ビートよりは。でそこのところのじゃあ B メロやってみましょう。ワン、ツー、スリー、さあ、ビジの果てはそうだと思う。チャ、なんだなんだ、チャ、ダンダダンダ、チャ、ダンダダンダ、チャ、ダンダ。G7 さそう、ダンダ。次で、タタタタタタ。はい、かっこ
いいですね。この8ビートのチャが半分は慌てるとですね、リズム速くなっちゃったりね、慌てるんで、まず落ち着いて、普通の8ビートでチャが半分ないだけですから。はい。これはちょっと意識してもらって、で、最後に出てきた、ツタタタタタっていうのは一回最初にチャを弾いといて、ダダダダダダでオープンでね、全部弾くということです。で、サビはですね、もう前回の8ビートのチャで気持ちよくこう、ツカーンとこう突き抜けていきましょう。One day!もうなんかこれこそ本当ドラムで言うとドーンタタンスッタタンタン、このロックの気持ちがいい疾走感、ドライブ感というんでしょうか。だからといってテンポが速くなっちゃダメですよ。前のめりの空気感を出すということですね。なんでじっくりこうエンジンブレーキをかけながらもこう突き進んでいく、このリズムがですね、キーポイントになる。あとはシンプルですね。で、サビの一番最後のところに決めというか伸ばしで、歌、ロックンロールバンドの時にシンコペーションでちょっと伸ばすっていうのを、そこだけやってみましょう。共に受け止めてからいきましょう。サビの、1回目のサビの一番最後です。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。共に受け止めて、ここです。ダダツドン、歌、ロックンロールバンド。はい。D マイナーからスタート。G7 でドーンとこうシンコペーション、前にリズムを食い込んで伸ばして歌えロックンロールバンドに入って、でその後間奏に入っていって、またちょっとツタタタやって最後のサビに、行くということなんですけど、あとはね繰り返しなんでシンプルです。やっぱロックンロールはねシンプルがいいですね。はい。でラストのサビも同じようにこうずっと決めていて、あ、サビの中では D シャープ出てくるからね、ちょっとコード要注意ですよ。さっきの簡単バージョンとコード進行変わってますけどね。やっぱシンプルでストレートで、もう胸にこう突き刺さる直球勝負みたいな感じで、歌うのが気持ちいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあシンプルな演奏なんですけど、やっぱり一番大事なのは、このドライブ感ですよね。速くなっちゃわないように、心地がいい、この乗れる感じ。だから自分でこうリズム体で取ってキープしていくのがいいと思いますね。で、もちろんですけど、やっぱ歌の内容もちろん、やっぱり歌詞みんな読んでいただいて、このエールにね、共感して自分も一緒にその、なんて応援する側に回るような、もらうような、そういう感覚を味わっていただければというふうに思います。元気いっぱいで歌うのがいいですよね。ウクレレにぴったりだと思いますわ、この曲は。本当にもうちょっとテンション上がります。さあさあ、それではやっていきましょう。時代遅れのロックンロールバンド、ガゼレレ流かっこいいバージョン、エネルギッシュにやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、デン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 。
時代遅れのロックロールバーンド、桑田佳祐さんフューチャーリング、佐野元春、世良正則、野口五郎、チャーさんのもうスペシャルバンドのもうね、今もうここのガーンとこのロックの勢いが今必要だぜということでね、今熱い曲やってみました。ウクレレにぴったり、ぜひ皆さん元気もりもりでプレイしてみてください。で皆さんこれ、最近このお伝えしていることなんですけど、ガズがねたくさん出版している本のですね、一番新しい本の予約が開始になりました。リットミュージック社から7月13日に発売なんですけど、現在大好評予約受け付けております。今現在予約の段階で皆さん本当ありがとうございます。アマゾンの、第1位ベストセラーを獲得しております。今回も100曲入りえりすぐりの100曲となっておりますので、ぜひチェックをお願いします。ご予約ぜひともよろしくお願いします。皆さんこれ入ってますか？皆さんスマホとかタブレットにガズレレのアプリがあるんですよ。ガズレシピ、はい、これに新しい曲が40曲、追加されました。これもぜひちょっと確認してみてください。どんな曲が追加されたかは皆さんまずね、皆さんの、ね、スマホに、ダウンロードして落としてください。インストール自体はアプリ無料ですので、はい、どんな曲が追加されたでしょうか。40曲分あのガズレシピの楽譜は簡単版とかっこいいバージョンの2バージョンが表記されてますので、ぜひおすすめですよ。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどあのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛アマゾンでご購入いただけるような状態になってますので、ちょっとアマゾン内でガズレシピと検索してみてください。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではねあの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。